こんにゃく座の稽古場は川崎市多摩区宿河原7丁目にあります。そして今日は4月29日、こちらですね、のぼりと多摩川マルシェに出演します。そして4月30日多摩市民館にてオペラ森は生きている。あー、川崎市に密着してるんですね。では今日はそんな川崎市に密着しているこんにゃく座に密着したいと思います。爽やかな装いですね。爽やかですね。いい天気になってよかったね。爽やかな服ですね。ありがとうございます。いや、爽やかなお服です。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。1個ずつ確認しながらやって、で後で通してみようかな。段取りが最重要。昨日ザーッとやってみたら今12分あるんです。時間は10分です。というわけで、あの曲感とかをサクサクといきたいなと思っております。すいません。お願いします。すいません。そんなことを確認しながら頭からやっていきたいと思います。でなので、なんとなくこの辺に立つだろうなっていう場所になんとなく立っておけばした方がいい。3世になるとき、一番上を歌ってる人、はい、真ん中。あ、川さんは？あ、下が多い方がいい。下。下行けるんだったらじゃあ下で。多摩川で今日やるんですけど、そこへ向けてトラックが出発したいと思います。出発！ゴーゴー！ここから近いんですか？結構近いですよ。結構地元ですものね。地元ですよね。太鼓抱えて。はい。チャンチキ入ってます。あ、チャンチキ入ってる。トラックからってこんな感じの景色なんですよ。ちょっと高いですね。高くていいですよね。はい、これは登戸の駅前のマックを曲がります。河原はあの先です。ここら辺。あそこかな？見えてきた、見えてきた。あ、見えてきた。すごい人が、人がたくさんだ。はい、ゆずちゃんが声出してね、偉いですね。これで行けそうかな。着いた、到着。お疲れ様でした。お疲れ様です。みんなの誘導のさあ、今から楽器を下ろしたいと思います。すごい、その奥にはですね、森の装置がギュッて詰まってるんですよ。めっちゃノリノリ。はい、終わったから今から設営します。すみません、ちょっと車動かしますんで。こんにゃく座レインボー、これは2号と言います。いよいよ始まりますけど、どうですか、心持ちは。え、心臓が飛び出て。いい天気でよかったね。ねえ、雨女だしね。どうですか、緊張してる？あ、緊張してるんだね。はいはい、はーい。ね、いよいよですね。いよいよね、楽しんでもらえるといいですね。ねえ、はい。楽しんでもらえるといいっすね。イエーイ。
終わりましたよ。そしてこのトラックをもう動かしてですね、あっという間にこのピアノを入れようというね。はい、みんな写真撮影ですよ。なるべくキュッとした方がいいんじゃん。はい、お疲れ様でした。これから森組はね、仕込みに行くんだよね。いってらっしゃい。
っしゃい。また後でね。帰りまーす。いけるかな、どうかな。はい、トラック通ります。すいませんね、ありがとうございます、ありがとうございます。走ってます、走ってるね、ありがとうございます。はい、無事終わりました。お疲れ様でした。多摩市民館に向けてトラックを走らせております。届けに参ります。はい、もうすぐ着きますね、うん、はい、到着。はい、これが搬入口でございます。これにザクザクと物を積んでいきます。今日風が強いです。絶賛照明の仕込み中です。働いてるね、働いてるね。明日はこの多摩市民館で公演です。地がすりが晴れたら今度はアーチを組み立てます。うわぁ、争奪戦だ。うわぁ、争奪戦だ。入れますんで、オールガッツ。なんだって？オールガッツ。オールガッツ？楽屋ですね、楽屋になります。なぜかパンの耳大量。折り紙してんの？仕事のために折り紙。出来上がり。それがだいたいね、2人にの間にね、一つずつみたいな感じでね、はい、置いていってくださっているわけです。お疲れ様です。カールちゃんは分けてくれてんのね。楽屋で着る衣装は楽屋に置きます。ひろかさん何やってんの？これはお茶場を、素敵な場所を、素敵な場所ね、作ってるんですね。はい、作っているところですね。なんかひろかさんのこだわりとかあるんですか、これは。これはやっぱり、うん、冷たい飲み物と、うん、温かい飲み物は、うん、すぐ横には置かない。あ、すげえ、そんな気配りされてん。お菓子に余裕があるときには、うん、必ず目新しいものを一つ、うんうん、新しいのを出して、へえ、と思っています。東北限定ホタテバター美味しそう。サクサクと仕込みが進んでおります。働き者の佐藤さんだ。うわ、めっちゃこれ見よがしに働いてくれるぜ。この柱と台をくっつけて、前に木の形のパネルが立つんですよね。何これ、しもちゃん。かわいい名前。丁寧。危ない、びっくりしてた。もうびっくりしたじゃん。すごい丁寧に貼ってるね。そうなのよ、結構シワにね。そっか、一番前だから見えるもんね。なるべく綺麗に貼りたいと思ってるけど、うん、あ、うまくいかないんだ。じゃあどんだけ綺麗に貼れたか楽しみにしてまーす。はーい。じゃあ何、なんか違うことやってるやん。次の旅の準備を。これ手との足やんな。あ、そうです、手との足を。もうこの間綺麗にしてたような気がした。でもなんかすごい使うからこの辺が薄汚れちゃって。そっかそっかそっか。すり減るんですよね。そっか。はい、今袖幕が降りてきました。間もなく舞台が出来上がろうとしております。さっきの木のパネルがもう立ってますね。後ろでは柱を立てています。こうやってこの直径にするためのスポッ、スポリ。ちょっと一個すごーい。いや、これ一人でね、わしはできへんわ。出来上がってきました。袖はこんな感じです。ここは後ろのあれです。ここはただ通れる場所です。ピアノがありますね。今日もここはシビアですね。どうしましょうね。お、さっきはなかったのに、この帽子ボックス。下田さん、はい、これ何ですか？あの、月の瀬の帽子とか一個一個段ボールに入れてたから。はいはいはい、そうでしたね。棚にして、うんうんうん、蓋をつけて、うん、全部このまま移動できるように。あ、すごい、素晴らしい。たんですけど、うん、超便利。集中中だからね。今日でも宅でできるから。宅なんだ、よかった。42と43にしといてください。耳
3個ぐらい欲しいよね。はい。あ、ゆずこさん、泉くん、おはよう。今ホールに向かってるだね。あっちですね。うん、お、これ。あ、いくんがいる。ほんまや。本屋さんはね、本当にみんな行くんですよ。美味しいよね。ここは本当に大好きですよ。買おうかな。でも今入れないか。買いすぎやろ。そうこうしてるうちにこのお店の中全部こんにゃくの人しかいなくなっちゃった。はい、ホール到着しました。もうすでに多くの人たちが。おはようございます。おはようございます。おはようございます。たこ焼き？やったわ。まどかの大好きなやつ、ね。やったね。おはようございます。早いですね。あ、りえさん今日なんだっけ？今日は事前解説の人です。視覚障害者の方のね。はい。ドキドキしてるでしょう。まあね。頑張ってください。頑張ります。はい。それぞれのね、準備体操の場所っていうのがあるんですね。舞台上の人もいれば。あの人全然誰か分からへん。これ頭に血登らないの？登らない。登らないんだ。おはようございます。おはようございます。13時30分会場の14時開演です。はい、はい、開演5分前にベルが鳴ります。その前後に鍵穴あります。どう見てみて。必ず森ではこの視線を合わせるみたいなね、行事が稽古を始まるときにやってるんですね。ああいうところを見るんですよ。あの言葉はわかるので、ちょっとバスの声を珍しいコミュニケーションバス殺し。ちょっとこの間フライングカチカチありましたよ。フライングカチカチありましたよ。そうですね、今日はこのツアーの最終日なんですけど、最終日までこうやってねしっかりとお稽古して課題を、なんか反省とかいろいろやってるんですね。こちらでは、本日の会場スタッフの方々と打ち合わせをやっております。6月から順に水色、7月柔らかいピンクがかった紫、8月淡いオレンジでくるぶしが隠れる長さの衣装です。頭飾りは葉っぱや花のモチーフがついています。今日は熊谷さんが影穴をやったりするみたいですね。なんかな、椅子に座らずやっとる。椅子なかったんだね。あのね、うん、口紅がちょうどいいのがなくて、うん、あ、そうなの？眉描いてんのと同じのと描いてんの。マジマジで。こうやって、外側の縁取りをし、うんうん、そしてその後、あの床の方だけちょっと入れるわけよ。なんか月の星がどん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 やってきた。もう一つ13。
何をしていたのですか。お勉強の時間だというのに。暑い。暑い暑い。すごい。今日なんか今までで一番暑いわ。マジ？雨だから。ああ湿気がね。うん。どんなブーツ？うわ暑そう。無トンブーツ。そのちょんまげは何なん？ここになんかこうやって口刺したら落ち着くかなとか。ああ。前髪が多すぎるかなとか。ああ。ああそういうことね。母さんもショールなんか巻いちゃって。そうだよ、これだけでも暑いの。うわちゃんと羽織ってくれよ。あじゃあね写真撮りましょうね、うん、家族写真をね。あ髪伸びたね。1号車に乗せます。これが噂のちびっこのバレーシューズ赤いやつね。真っ赤だわ。連れてかれちゃうよ偉人さんに。じゃじゃーん。今年の制作の新人のお二人です。こんにちは。じゃあ自己紹介をお願いします。新井かほです、はい、愛知県から来ました。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。はい、小郷夏美です。はい、大分県から来ました。うーん、頑張ります。
はい、頑張ってください。よろしくお願いします。ぜひこの動画を見てる皆様もあのこの2人見かけたら、あ、新人の2人なんだなって、あのよくしてあげてください。よろしくお願いします。ありがとう。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でしたね。お疲れ様でした。はい、あとは気をつけて帰るだけだからね。はい、気をつけて帰ってね。荷下ろしがあるね。はい、じゃあ着替えましょう。こんにゃく座に帰ってきましたら、車が祭りでね、パズルみたいになってますね。はい、ではこれを今から下ろそうと思います。今日はちょっとだけ下ろしました。残り半分の装置は今度5月のねゴールデンウィークからもう稽古が始まるんですよ。なのでトラックに入れっぱなしってことでね、こっちではこれを運びます。いいですね。終わった。じゃあ皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。一月ぐらい、うん、長いことはありましたけど、なんとか無事にありました。本当よかったわね。本当人ごとか。そうそう。じゃあ最後に一丁締めで締めたいと思います。一丁よーふしゅー。はい、お疲れ様でした。